オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場から、オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介しています。今日のタイトルはがん検診。葬儀をご縁にいろんなご家族とお話をいたします。家族をがんで見送られた方も多くおられます。お話の中でよく教えてくださる言葉に、がん検診は受けた方がいいよと言われます。早期発見、早期治療すれば亡くならずに済んだのに、同じような経験は繰り返したくない、健康が一番、これが本当の当事者の方の実感なんだと思います。1000人の方が語り継がれているのに、私はなかなか検診に行けません、風邪一つひかないからと思い込んでいます。また女性の方、奥様などは自分のことは後回しという方も多いのでは。また男性の方、忙しく病気に行く暇などないという方も多いでしょう。一緒に検診に行きましょう。家族葬の現場から、今日はブログのタイトル、がん検診をご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。また皆様からの質問やご意見ご感想を募集しています。お寄せいただいた方には葬にまつわる体験談集、時を超えてを漏れなくプレゼントいたします。ご意見ご感想は住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、 ファックスは info@nara.fm、おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の深夜町43番地、奈良ドット FM オフィスシオンの係までお願いいたします。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。